イヴァン・イァノビチは、竜陸町の皇族、皇太子、イヴァン4世の次男。1554年イヴァン4世が23歳の時、その最初の妻のアナスタシア・ロマノブナ・ザハーリナの間の次男として生まれた。2歳年上の長兄、ドミトリーが幼少時に川で溺死し、同母帝のヒョードル1世は、軽度の知的障害があったため、有能なイヴァンは、後継者と目されていた。 しかし父と制裁の関係をめぐって対立する。イヴァンの最初の妻は父によって二相にされて、修道院に追放された。二番目の妻も同じで、三番目の妻であるエレナ、シェレメチェバもイヴァン四世は嫌っていた。また、イヴァン四世がポーランド王国との和平を決断した際、イヴァンは戦争継続を主張するなど徹底して、対立した。 自ら殺した息子の意外の傍らに座るイヴァン・四世、そして1581年に、ついに両者は破局を迎えた。エレナがこの年に見ごもったが、イヴァン・四世は、彼女が、正教会が定めた、妊婦用の衣装を身につけていなかったのに激怒して、彼女を床に突き倒し、何度も足で蹴りつけた。イヴァンは、妻の悲鳴を聞きつけて、助けに入ったが、この時イヴァン・ヨ世は、尺上で、 イヴァンをも打ち据え、頭蓋骨を打ち砕いた。この時の傷が原因で、イヴァンは数日後に27歳で死亡した。エレナも流産し、イヴァンの死後は修道院に入った。以後、イヴァン4世はイヴァンを殺した罪悪感に苛まれる日々を送り、深夜に長男ドミトリーと彼の名をつぶやきながら徘徊する姿を何度も目撃されている。また、イヴァンの追悼儀棟には、 ロシア国内の修道院のみならず、コンスタンティノープル、エルサレム等の国外各地の修道院に依頼し、多額の寄進を行った。イヴァンの死により残された男子は、ヒョードル一世しかおらず、彼がツアーリとなったものの後継ぎのないまま死去し、結果的に、流陸町断絶の一員となった。ありがとうございます。